パーソルパリーグテレビの公式 YouTube がパリーグファンズミートアップ2024監督編と題し6球団の監督が勢ぞろいした動画を公開した。新庄監督が国母監督に忠告。必ずシーズン中揉めるから動画、ファンから選手とコミュニケーションをとる際に意識していることは。と問われたロッテの吉井正人監督は年齢もすごく差があるので何か意識しちゃうと逆に良くないので。 もう3派をんなんでね、とコメント。すると日本ハムの新庄強監督が、基本的にピッチャーの方が話されますか野手よりも、と質問。ずっとピッチャーコーチやってたので、ピッチャーの方が話しやすいんですけども、去年はあえて野手の方を多めに。なかなか難しいですね、と語ると新庄監督もうなずいた。 司会の元日本ハムの江尻慎太郎さんがソフトバンクの小久保博樹監督に話を振ると、具体的な指導をしない、と即答。その代わり良い,いピッチングコーチを呼んでくる、と笑顔を見せ、青山学院大学の後輩の倉野真司コーチの昇平に成功したことを喜んだ。ここでも新庄監督がカットイン、ピッチングコーチ任せ、と問いかけ、ちょいちょい口を挟んでるけど、と小久保監督が答えると、 必ずシーズン中揉めるから。違うやろ、で、と新監督に監督業の怖さをアピールした。この投稿にファンからは、同い年の新庄監督と小久保監督がタメ口で話すとこにキュンでした。新庄は相変わらず最高。めっちゃ研究してるじゃん小久保さん。などの声が上がっている。